どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月7日の日曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますんで、 よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、昨日6日。 タイガースはベイスターズに勝利しまして先制許したゲームは14連敗中でしたが久々の逆転勝利を飾りましたそして6月以降勝率5割で迎えたゲームは4連勝ということでまたも借金生活を阻止いやこのあたりの粘り強さはさすがですよねで岡田監督は球団の監督として歴代最多515勝マークでそのことについて岡田監督は 数字が出ると毎日がすごく長く感じるから気にしないようにしてたけどみんなが覚えてて当然家に持って帰りますとこのようにコメント。もう本当に今年のセリーグは最後の最後までわからないんじゃないでしょうか。まあ、岡田監督はオールスターを一つの区切りと考えて戦力の見極めも行っている段階ですがそんな中昨日4選手が絡む入れ替えが発生で特に森下選手が今シーズン初の抹消になりました。ここまで73試合に出場し250打数58安打。 打率が2割3分2厘、ツーベース13本、スリーベース1本、ホームラン6本、打点30、この打点数はチームトップです。で四死球32個で、出塁率が3割1分7厘、OPS が681。 得点圏打率は3割という数字。直近3試合はスタメンから外れ、出場機会が限られていた。まあ、ですが、それでもチームトップの打点数、記録している選手ですから、一つ大きな決断だったでしょう。まあ、今シーズンは開幕3番任されるなど、まあ、昨シーズン以上にね、まあ、期待が大きくなっていて、今年は開幕からポンポンとホームランが出るなど、非常にいいスタートでしたが、まあ、リーグ戦再開後は、出場9試合で打率1割3分6人。岡田監督自ら指導を行うなど、副長を見守ってきましたが、今シーズン初の抹消、手森リ 選手は今後に向けて結果を残せるように頑張りますと悔しさをにじませながら一言コメントを出しましたさあということで今回森下選手が抹消になったことにより今後気になるのがライトの運用です まあ、とにかく今シーズンのタイガースの外野事情、まあ、昨シーズンとはガラッと違う。そしてシーズン最初に考えていたであろう構想から、もういろいろと変わってますよね。特に両翼の運用、まあ、シーズン開幕当初、レフトはノイジー選手、前川選手、まあ、併用が続いていましたが、まあ、ノイジー選手の状態上がらず抹消で、今レフトは前川選手一強という形になっている。で、ライトに関しては、ま、もともと右左関係なくね、まあ、森下選手がレギュラー最有力として考えられ、昨シーズンよりも試合数伸ばしていこうというところでしたが、 今回抹消。で、そんな今のライト事情を考えていったときに、ぐっと序列を上げてるのが、やはり島田選手でしょう。島田選手はここまで18試合で、32打数9安打。まだ長打、打点はありませんが、打率が2割8分1厘、四死球合計6つで、出塁率が3割9分5厘、OPS が676、で、盗塁は4つ。もともとタイガースは機動力、マシを使っての攻撃というのも、一つ大きな武器になっていたんですが、今年のチーム盗塁数は12球団ワースト。 ま、ただその中で島田選手、出場18試合で4盗塁ですからね。昨日のゲームでも先頭バッターとして出塁し、おそらくエンドランだったと思いますが、見事に盗塁を決めた。で、やっぱり島田選手のように足が武器の選手は、なんとかバットに当てて、そして転がしてね、塁に出たいというところで、今シーズンの三振率は0割7分7厘。ま、もともと三振が多い選手ではありませんが、昨シーズンは121打席で、三振は26個。まあ、その三振率は2割1分5厘でした。ですので、昨シーズンからの違いで言うと、 やはりこのコンタクト率アップというのも見逃せないポイントかなというふうに感じます、まあ、ただ今シーズンに限らず岡田監督は基本的に左ピッチャーに対しては右バッターをぶつける、まあ、この起用法がメインになってますよねで本日7日のベイスターズ戦相手先発は左の K 投手今シーズンタイガースは初対決になりますで K 投手の左右別成績を見ていくと左バッターの左率が2割0分3輪で一方右バッターは2割4分7輪、まあ、どちらかというと右バッターに多く打たれているで今シーズンのタイガースの起用 両方とといいうのを考えていくと、まあ、島田選手、まあ、昨日もヒット1本打って盗塁も決めいい状態キープしていますが、まあ、このタイミングで右バッターにチャンスが来るんじゃないかというのも考えられるで昨日の時点で森下選手が抹消になってますから今、外野手登録のプレイヤーで右バッターは2人まず1人目が野口選手です。 野口選手は6月の末、一軍昇格を果たし、ここまでは代打起用がメイン。ただ3試合で4打数ノーヒット。プロ初アンダーはまだ出ていません。で、岡田監督はここまで、野口選手の打撃内容について、誰が見てもええやんかと、まあ、積極的な姿勢というのを評価して、まあ、代打で起用していますが、まずはこの代打という役割で結果を残さなければいけないと、ここは強調していましたからね。ですので、スタメン起用はどうかなというところで、もう一人右バッターがいます。それが豊田選手。 ト豊田選手に関しても、ここ最近、出場機会は限られていて、 最後打席に立ったのは6月26日のドラゴン戦。ただその少ない出場数の中で12打数4安打、打率3割3分3人としっかりヒットが出ている。まあトヨ選手に関してはもうすでに数試合ね、まあスタメン出場というのはありますし、もう実に2週間弱打席から離れていますんで、まあこの辺りの感覚というのはね、まあ、ちょっと気になるところではありますが、やはり今後も相手先発が左の時は右バッターに多くチャンスが巡る、まあその形は変わらないかなという風うに予想します。まあただこればっかりは難しいところで、まあベイスターズに関して 限って見ていくとまあ、昨日のゲームもそうですが、ブルペン陣左ピッチャー1人しかいないんですよね。となってくると、最初から足も使える島田選手をスタメンで起用する。まあ、その可能性もゼロではないと思いますんで、まあこの辺り、岡田監督がどのような決断を下していくかということで最後になります。まあ、昨日の時点で岡田監督は4。選手が絡む。入れ替えを決断まあ、やっぱりこれからどんどん熱くなりますからね。今回の入れ替えのメインは投手強化まあ、特に中継ぎ整備です。2軍では先発調整も考えられていた。及川投手西純也。 が中継ぎとして昇格すでに2人とも1軍で中継ぎ経験がありますから、まあ、ロングリリーフはもちろんそれぞれのピッチャーをどこに当てはめるのか注目でその中で野手でいうと、まあ、今回森下選手が1人ね抹消という形になったんですが平田ヘッドコーチはその森下選手について 高めのスイングはいいじゃないか。ファームで明日から試合に出て力をつけるしかない。今日森下と話してよ。今は島田がいい仕事をしてるし、豊田も野口もいる。一軍で試合に出ても代打とか守備固めとかだから、しっかりゲームに出て力をつけて帰ってこないとねとこのように説明。で、岡田監督も森下選手に対し、ちゃんとやればな。それだけよとこのように一言。そして森下選手と同学年の小畑選手は、あいつもいろいろな思いをしている。次一軍に来るときはいい気持ちで来ると思うと。みんなが森下選手の復帰を待っています。 ただこの期間、まあ、先ほどご紹介した右バッター、野口選手や豊田選手にとっては、間違いなく大きなチャンスになりますからね。シーズン開幕当初の構想からは、まあ、本当に予測不能、まあ、様々選手企業を変化しているところではありますが、今はこのライト運用、どのような舵取りが待っているのか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめ、ご紹介していきました。今シーズン森下選手が初抹消で、また形が変わっていくライト運用、どのような選手運用を待っているのか、引き続き注目していきましょう。 皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、 チャンネル登録者57,500万人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者58,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。開幕当初からはガラッと形が変わる中、どんな選手運用を待ってるか注目していきましょう。ではまた。